食の部隊を救出も外邸から撤退します。各軍速やかに行動に移ってください。承知しました。上将、必ずや馬食殿を救出してまいります。下がれていない道には何か罠がある。十分注意して指示してください。わかりました。上将、ご忠告感謝します。ここは引く。
勝負。魔王機が討ち取った。お助けいただけるとありがとうございます。私を救うためにならば生き恥をさらしてでも生き延びねば。門を閉じよう。やつらを閉じ込めるのだ。過ちを犯しかし人は過ちを犯すのだ。馬食殿のあの噴泉報いられないものか。
美しいですが愚かでもありますね。私は生きて戻らねば、生きて戻り上昇の命に背いた罰を受ければ、散りゆく美しさに私にも不要、またお会いしましょう。敵将魔物鬼が討ち取った、見事な戦いぶりです。ご乗せくださるか、このご恩は策にてお返ししますぞ。その首もらい受ける、いざ。なんという武勇、敵将魔物鬼が討ち取った。助けに来てくれたのですか。このような過ちを犯してしまった私を。さあ馬謖殿、一緒に本陣へ戻ろう。上将があなたを待っておられる。エンネ、魏軍本隊が到来しました。率いているのは芝居のようです。愛弟子がこのような無様を晒すとはな、諸葛亮の程度も知れるというものだ。この本体と戦うだけの余力はない。気を避け本陣へと戻りましょう。勝利するためにな。敵将魔物鬼が討ち取った。
石を落とし食の進軍を阻め。この俺が相手だ。かい。
ました。ここまで追い詰めたのだ。決して逃がさんぞ。あと少しで本陣だ。馬謖殿、頑張りましょう。ああ、分かった。私も気力を振り絞ろう。上昇。この敗戦、北伐にとって大きな痛手、そしてその日は全て私にあります。あなたを任じたのはこの私ならばこそ、私もなりません。心象筆末心得ております。上書、どうか公正なる裁きを賜りますよう。孔明様、この戦、長江を退けました。奴が馬謖に気を取られたからできたことです。なら、それは馬謖の手柄ってことですよね。ほら、あれだ、新章筆伐の章の方。それは詭弁だ。しかし陣には反しない。そうではありませんか、上将。